先日ですね、相模大野駅、小田急線の、そこそこ大きい駅なんですけども、改札を出て広場がある、駅ビルがあって、その吹き抜けみたいなところがあるんですけど、そこにですね、ビッグカメラさんがですね、ちょっとしたイベントを開いてまして、どういうイベントかっていうと、新型立ち乗りロボット、ナインボットミニプロっていう、セグウェイみたいなやつの、新しい乗り物っていうのかな、それの無料試乗会っていうのをやってたので、ちょっと乗ってみました。その様子をご覧ください。見ての通り、こうセグウェイみたいな感じで、車輪が両方についてて、その間に足を乗せるところがあると。で、上の方にこう伸びているバーというか、何と言いますか、これがハンドルみたいな役割をするんですけど、セグウェイはこう手で持つように手の位置まで伸びてきてるんですけど、これを膝のところで挟んで乗るっていう方式の乗り物でして、一応試乗会っていうことで、ちょっと安全のために、膝当てと肘当てをつけてもらいました。あとヘルメットもかぶってですね、で恐る恐るこう乗ってみました。でこれ体重移動をセンサーが感知して、前進後進あと曲がるっていう動きを制御するらしいんですけど、とりあえず乗ってみた時にこうフラフラするというか、ガクガクしちゃうんですよね。こうビッグカメラの担当の方っていうか、アシスタントの方っていうかがついてくれてて、力抜いてくださいっておっしゃるんですけど、なかなかね、この力の抜き方がまず分かんないで、コツとしては膝に力を入れないことなんですっておっしゃるんで、初めこの膝で挟むバーを挟まないで、力入れないで乗ってみたんですけど、そうするとガクガクしちゃうと。で、ある程度ちょっと軽く真ん中のバーを膝で挟んでいると安定しましたね。で、こうイメージとしては、前進するときに前にこう体重をかけるんですけど、なかなかこう前に姿勢をこう傾けるっていうのは難しくて、なんていうんですかね、こう感覚としてちょっと親指の付け根にこう力を入れてやると前進して、かかとにこう力を入れてやると止まる、もうちょっと力入れると後ろに動くっていう感じですね。でちょっとやっぱ乗ったことない新しい乗り物なんで、なかなか感覚がつかめなくて、ずっと前を見てる感じっていうか、首が動かせない感じなんですよ。でなぜかこう手がだんだんこうペンギンみたいに広がってきちゃう。で曲がる時はこう膝をちょっと曲がりたい方向に曲げてやるというか、真ん中の膝で挟んでるバー、あれをちょっと膝でこう曲がりたい方向に押してやると、こう曲がっていくというか、こう前に体重かけないでそのまま傾けるだけだと旋回して、それプラスちょっと前に体重かけてやると、こう進みながら曲がるっていう感じですかね。慣れればもうちょっとスムーズに乗れるんでしょうけど、これ上手い人が乗るとね、ほんとスムーズに走るんですけどね、僕みたいな運動神経ちょっとない人間が乗るとちょっとこうなります。まだやっぱり公道で乗ることはできない、私有地のみ。公道で乗ってしまうとちょっと道路交通法に引っかかってしまうらしいんですけども、いつかねちょっと法整備の方が整ってね、こういう乗り物を普段のね通勤とか通学とかに使えるようになるといいなとは思うんですけど、ちょっとまだ無理かな。そんなわけでございまして、新型立ち乗りロボットナインボットミニプロ、無料試乗会の様子でございました。